本美奈美、26歳、女優モデルとして芸能活動をしています。はい、オーディションお疲れ様でした。お疲れ様です。はい、どうでしたか、オーディションは。去年も受けて1年ぶりなんですけど、1年間頑張ってきた成果をちょっと成長を見せれたかなと思っています。去年は神奈川大会ですね。はい、はい、結果的に、まあ神奈川代表にはなれなかったんですけど、はい、なんかどういった心境でした。その時は悔しかったんですけど、また来年も開催されるなと思っていたので、もう今日のことを考えてました。今日のことを考えて、来年のことを考えて。早いですね。はい。なんか変わったとか、パワーアップしたみたいなところありますか。なんか、その去年までは、人間的にもそうなんですけど、結構なんか自分が自分がってなることが結構多かったんですけど、なんかこう1年経って、人としてちょっと成長できて、こう周りへの配慮とか、周りのことを考えられるような人間にちょっとはなれたかなと思います。俺が俺がたい、はい、はい、意外そうは見えなかったですけど、はい、分かりました。じゃあ最後に、今回ミスジャパン挑戦する上での目標であったり、ここまで行きたいっていうのがあれば教えてください。目標は去年と変わらずグランプリなんですけど、最近動物を飼い始めて、ちょっと動物愛護にすごい関心が出てきて、いろいろ調べて行動して考えていく中で、やっぱりグランプリを取った影響力が必要だなと思うので、その目標を叶えるためにグランプリを取りたいと思います。はい、リベンジ頑張ってください。はい、頑張ります。東山美里です。年齢は26歳です。職業は IT コンサルタントとして働いております。はい、お家のお疲れ様でした。ありがとうございました。どうでしたか、やってみて。私もともとすごい自分に自信がなくて、今回のオーディションに参加するのも前々からやりたいなとは思っていたんですけれども、なかなか決意がつかなくてできていなかったので、今回できてすごく嬉しいです。オーディション自体はうまくいきましたか。自分のできることは出し切れたかなと思っております。すごいなんかハキハキ、そうやって元気が良さそうな印象。あ、そうです。性格も明るく好奇心が旺盛な性格をしております。はい、いいですね。自分で言うのはもうそういうことなんでしょうね。東山さんは今回京都からのエントリー。はい、生まれ育ちから大学卒業まで京都にいました。はい、どんなところですか、京都のいいところは。京都のいいところはやはり風情があって、昔の町並みがたくさん残っているところです。今ちょっと出かけましたよね、京都で。そう、方言が出ます。出かけましたよね、ありがとうございます。じゃあ最後に、今回ミスジャパン挑戦する上で、目標であったり、これぐらいまで行きたいなっていうのがあれば教えてください。そうですね、やはりせっかく自分に自信が持てるように努力をしてきましたので、目指すは日本一というところを目指していきたいなと思っております。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。寺見香奈、35歳です。現在はフリーランスでモデル活動と演奏活動をしております。よろしくお願いいたします。はい、オーディションお疲れ様でした。ありがとうございます。いかがでしたか、やってみて。何日か前に風邪が治ったばっかりなので、声の本調子じゃないのか少し残念だったなって思ってます。はい、もうでもエントリーシートを拝見してるんですけども、すさまじいですね。ありがとうございます。すごいいろいろなんか挑戦して、はい、はい、いらっしゃる感じが。本職はモデルさんですか、はい、それともピアニスト。今はモデル活動をメインにしてます。はい、ピアノはどれくらいやってらっしゃったんですか。2歳半から、30年以上ずっとやっていて、2年前まではCD を出したり、モスクワに留学したり、いろいろ PC で活動してました。ね、本当すごい、埼玉の芸術劇場で CD リリース記念ピアノスタイルの開催、はい、すごいな、念願 の、はい、芸術劇場で、で、埼玉の新年大使も務めてらっしゃった、はい、っていうことですかね。はい、はい、ですね、留学を機にさせていただきました。あ、そうです、留学を機に。はい、ベルーナの、人材育成奨学金っていうものが当時はあって、はい、それに応募して倍率49倍だったんですけれども、はい、それで選んでいただいて、その時に、埼玉親善大使も受託して、それで、はい、行きました、ロシアに。
ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後にですね、はい、今回ミスジャパン挑戦する上での目標であったり、はい、なんかここぐらいまで行きたいなっていうのがあれば教えてください。はい、目標はグランプリを目指したいと思っております。やっぱり挑戦するからにはやっぱりもう自分の意識を高く持っていろいろ頑張っていきたいなと思ってます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、頑張ってください。ありがとうございます。伊沢ありさです。22歳です。大学生です。はい、伊沢ちゃん、オーディションお疲れ様でした。はい、いかがでしたか、やってみて。すごく緊張して考えてた内容が全て飛んでしまったのでアドリブで頑張りました。アドリブうまくいきました。多分うまくいってると思います。ありがとうです。はい、今回じゃあ、ミスジャパン挑戦した理由を簡単に聞かせてください。はい、私は血液の病気で8ヶ月間入院をしました。その時に髪の毛も抜けて今現在伸びた姿がこれなんですけど、その時に病気になって辛い人が周りにたくさんいて、そういう人に笑顔を与えられるような存在になりたいと思って応募しました。病気はもう大丈夫ですか？あ、大丈夫です。よかったです。いいですね。はい、とてもなんか美しい動機で。はい、じゃあ最後に、このミスジャパン挑戦する上での目標であったり、はい、狙っている順位などあれば教えてください。はい、私はアナウンサーになることが夢なので、アナウンサーになるためにこのオーディションのグランプリを取って奨学金なども返せるようにしたいです。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。